ございます。パチンカス死ぬかもしれません。メガカスのヤバです。本日やってまいりましたお店が内科です。こちらの健康診断の結果をもちまして、現在朝の9時内科にやってきております。本来ならパチ屋に並ぶべきなんですけれども、病院に並んでおります。血圧を測って、結構高い数値でした。今日肝臓の肝機能と糖尿病、あと BMI、 あとコレステロール、もう検査結果、前回の動画まだ見てない人は見てください。こんな感じになってます。これがパチンコ YouTuber、 そしてパチンカスのリアルな健康状態かと思います。多分僕はひどい方です。体重も前回のダイエット企画をやらせていただいてからマックス103キロぐらいまで痩せました。118キロからなんですけれども、前回の健康診断時は109キロぐらい、今回1年後に体重を測ったら 118.9、 家で測ったら119キロでした。約10キロ増えてました。これは完全に自分の自己管理できてないっていうのと、食いしん坊散々に食いすぎたからだなと思っております。私がこれから検査に行って、もし何かやばいことを、もう癌とか脂肪肝とか、もうなんか脳梗塞予備軍、もうなんかもう成人病予備軍はもう確定してると思うんですけれども、脂肪確定なんてなったらですね、どうしよう、笑えないよな。それも動画にしていってですね、皆様にパチンカス気をつけろよという形でリアルをお伝えしていこうと思っております。検査の結果次第というか、もうしているんですけど、実際にもう始めてはいるんですけれども、またね、ダイエット企画の方始めていこうと思っております。チャンネル登録で応援よろしくお願いします。そして皆様ね、いつもずっとコメント欄でダイエットはダイエットはって言ってくださった皆様、愛だと思っています。僕不利だと思って1年間食べ続けてきてしまいました。そのことを皆様に愛を受け取らず無視し続けて、ネタかと思って食べ続けてしまい、大変申し訳ございませんでした。これからメガカスダイエットに励んでですね、健康を目指していきたいと思いますので、そんなパチンカスでもぜひ100キロ切るのを目標にしたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。 Twitter で毎日県外にいないで自分の家で体重測れるものに関しては朝ツイートしていこうと思います。県外に出てると体重計ないことが多いので。ということでメガカス行ってきます。入店入店。ちょっと見てきたら、前回ではなくて、ね、肝機能とすごい糖尿病のあれがすげえ不安で、この糖尿の数値ってどうなんですか。どちらかというとここからこう上がってるのがやっぱまずいんですよね、数値がね。まだお薬必要かというと、なんとかそういった食事とか運動療法で見ていける数値ではあるんですけど、ただこの上がりがやっぱり良くないので、今のダイエットを続けてもらって、3ヶ月後の経過観察ならいいですし、肝臓もおそらくは脂肪肝なんですけれども、1年前からもうは、この肝臓のところで、なんか白い脂肪肝が、そう、内臓脂肪がすごいですねみたいな肝臓のエコーみたいですね。やったことあります。なんか検査の時に見てもそうなんじゃないかな。なんかすごい笑われて、これダイエットで体重減らせば治るようなものなんですか。おそらくね、全部下がってくるかと思います。特殊な原因じゃない限りは戻ってくる。はい。ご入ってください。健康診断に血抜かれたばっかりなんです。あ、そうなんですか。不安ですぐ来ちゃいました、ね、早かったですね。診察終了、お疲れ様でした。なんとか生きて帰ってきたよ。言われたのがですね、とにかく太りすぎだと。健康診断からまだ1ヶ月しか経ってないから、早く来すぎって言われました。今検査しても今この髪と変わんねえから、とにかく3ヶ月後の検査まで痩せてくださいと。まあ、今実際に健康診断終わってからダイエットを始めてるんですけれども、そして一番悪かった肝機能のところがですね、一応全部がこうずっとひどくなっているということなんで、血液の方取りまして、1週間後エコーを取って、どういう風なものになっているのかっていうのを先生の方でチェックしてくださるそうです。一応糖尿病も危なかったんですけど、もうすごい不安だったんですけど、今痩せてちゃんとやれば問題ないですよっていうような、皆様とも事前にプレミア放送、最近22時にやってるんですけど、その時に相談にね、コメント欄とかで
乗っていただいてですね、ちょ糖尿病も大丈夫だっていろいろ言われたんですよね、皆様に。本当にもうその通りというようなレベルの、あの診察でございました。もう皆様先生でございますので、また相談に乗ってください。食いしん坊さん剤の方はとりあえず一旦中止させていただいてですね、ダイエット企画これからまた続けさせていただこうと思いますので、こんな私でよろしければぜひチャンネル登録と高評価コメントで応援よろしくお願いいたします。真剣に取り組んでいきます。ちなみに現在109キロありました体重がですね、105キロ台になっていると思います。頑張っていただきます。ということで、生きるか死ぬかのパチンコ勝負、パチアリレッツゴー。再検査の流れで何するかすごく悩んだ。再検査っていうのはリベンジってことなの？ B0 お前でリベンジだ。入金もちろん先まで元からのプレミアで、おっしゃ一発目2連続ポキュン。待て待て待て、頭が追いつかない。そのくらいお茶の子大会なのよ。349分の1でスーポキュン動いてる。やばい、健康診断で流れが変わってる。さあこれが再検査の力、何かが変わってます。これ初めて見る演出。何これ、私が熱そう。止めてみせる、力を貸して。俺はお金を貸してなんだよ。え、先まででこのパターンはまた当たるパターンなんじゃないの？これ普通に考えて当たるパターンだよ。メーカーガスタの鬼ボタン。待て、この後の先までどうなんの？次の保留消化したくないです。どうしよう、バトルでいくぞ。今日はリベンジ、さあ気合を込めた脂肪肝のメガカスタム、カモーン、書いた。右真ん中しか来たことない。え、これ金じゃない、これ金じゃない、これ金だよね。ここにチャンスアップだって存在したの。頼む、メガカスタム。この後の先バレどうなるんですか。さあ強欲ボーナス、目指した未来。先バレは外れてたのか。なあ 25% だったよな。消えろ、初めて撃った時ここで消えて6000発でした。6000発駆け抜けました。カモン、これが再検査の男の力、脂肪肝。さあ脂肪肝失敗しました。さあ俺ね、やったことのないやつやってみたかったんです。まず違和感モードからいきます。強欲だ。まずはこの2つ、これをね入れてみたいと思います。健康診断こんなんだけど前向きに行きたいです。パチンコだけは太りたい。気合を込めたギガカスタム、初めて見た。 20% はい、カモーン、砂漠。ボタンが押せない、ボタンが押したのに反応したかった違和感、ボタンを押したのに反応したかった違和感。最高、今日ギガカスタム、ギガカスタムが生きてます。どういうこと。うん、待て待て、早すぎる。ちょっと一回あの痩せさせて。ああ、痩せた、カモン。3、2、1、ラスト。楽しい時間、3分で終わるやん。この持ち玉と5500円分は追います。さあ来ました、実質3回目持ち玉約1600発です。さあ頼むよ。
行きます。動いてる。頼む、繋がってくれ、繋がってくれ。俺は生まれ変わるんだ。時点で動いてる時点で 50% 超えてるぞ。何もできない。よし、 70% オーバー。私の名前はただのレミリア。エリオール大神殿に生まれた氷結の魔女。私の名前はメガカスパチンカスでただのデブなの。お願いします。あれ、そこに鬼がからないの。青スタートね。これ弱いですよね。保留は 20% 程度。緑止まり。頼む、ボタン普通。なんだこれ、思わせぶり。メンヘラ、メンヘラです。いや、まだ諦めてない。復活、もう一回もう一回。先まで鳴ってないのに赤くなって先読み来てるんですけど、え、これどういうこと。このパターン初めてじゃね。先バレなしで、先バレじゃない先読みは何。このままじゃ終われねえ。そして記事さえ言ったらあるんじゃない。赤、もうこの時点で行くだろ。なしで記事さんで SP 行ったら当たるんじゃないの。あるよな、強欲。あ、そうだよね。はい、 70% オーバー。動画にしたか分かりませんが、さっき一回外してます。私の名前はただのエミリア。これあっていいよな。いや、むしろもうこれ確定してないか。待って、5点敗ってさ、俺レブにしてたよね。そうだよ、5点敗だもん。激アツ接近文字濃厚白スタート行くぞ。だよね。ただ光らない、光らないね。いや、でもある、これはある。あ、光りませんでしたが、全てが揃ってます。レブの5番、ありがとう。先バレなくても当たるんです。これが健康診断再検査の男の力です。一人じゃどうにもならない時が必ず来るぜ。ラズの力を思い知れ。そうだよ、一人じゃどうにもならない時が来る。そうなったら医者に行こう。一回も成功したことがありません。行こう。いいや、横目だ。55% 歳取れれば俺相当燃焼で光ってる。これ光ってる。脂肪を燃焼しました。熱くなってる、熱くなってる、熱くなってます。今まで取れなかった分確率収束しております。そう、太るのは、増えるのは玉だけでいい。体重は痩せていい。よーし、これこれ燃焼してます。これが強欲ボディ、強欲ボディの力。あ、おかわりありがとう、いただきます。超強欲ボーナス4500円。感謝は痩せます。ここで取れれば私ウェディングでございます。まあ痩せて結婚しよう。ちゃんとタキシード着るから。いいでしょ。痩せる、痩せる、痩せる。メガカスター独身を貫きます。適度な告知モードでいきたいと思います。さあ、生きどなちゃんお願いしますよ。おお、いきなりペタル。長い長いおさむ。 OK、 これはね、
保留大連、実質保留大連の私、あのウェディングです。心の中ではウェディング、さあドキドキラッシュに切り替えてみました。さあ私これ知りません。寄り道しちゃダメだし、寄り道しないよ、しないよ、しないよ。これのパーセンテージ変えれるの？待てや待てや、追いつかない追いつかない。そんなに見られると恥ずかしい。かわいいし、受け取ってください。もういくらでも受け取っちゃう。どちらしょ、いいよ。おい、やばい、足りない足りない、頼む、この 5% この 5% 信じてる。難しかったね、でも可愛かった、ありがとう。今日やれるかもしれない。そこもうちょっと、残りの出玉7000発、200回転で18時となっております。いろいろ医者とかもろもろこなしていたらもうこんな時間です。私今日初めから決めてたことがあります。この7000発この文字です。強欲になって財布を太らせようと今までしてましたが、太りすぎ、脂肪肝、生きるか死ぬかの綱渡り状態。この7000発を見たら初打ちですが、あの台は今日打たなければならないと思っていた人生綱渡り、俺は渡る、鉄骨をな。信じるべきは俺の力、恐れるな、自分の直感を信じる、流れが来て、ここからが勝負。写真を忘れる女男、初代は初代の客なんですけど、セカドチームに興味を奪い、セカドを奪ったでしょ、ただ行きなさい。69分の1、そこでくっつけたまるか。左打ちに戻してください。シュールだな。出玉130発、バルコンに戻って、さあ点で通る。緑、俺は若い、勝負の敗北、
この5500円だけは行きます。時間的にもこれがラストです。頼む、3段目までには行ってくれ。現在時刻は21時16分、閉店まで残り1時間半。投資金額は1万円、7000発が飲まれて、そして69分の1で216万円、3倍超え。これがパチンカ、これが雪地の原因。1万円でやめると言ったのに諦めきれない、この脂肪感。頼む、俺はやる、絶対当ててみせる。一発台を愛する一人のパチンカスとしての意地を、メガカスタム。さあこれはいいんじゃないの。投資14,000円、赤いポイントに下がらず、これだけダメよ。276回転。あれ、もう魚いなくね。おいおいおい、赤まではいった。当たりやん。4倍ハマり仕留めました。ただ幽霊あるんじゃない。言い方っておかしい、言い方っておかしい。さあ頼む、こんなにまだ来てたのか。どうなってんのこれ。ありがとうございました。閉店です。ありがとう、さようなら、ゆきちさん。残るのは俺の脂肪だけ。投資2万円、綱渡り、いつかリベンジしたいと思います。一つずつの笑顔、弾む声。財布だけが痩せていくよ。再検査から1週間が経ちました。再検査の再検査、これから予約したエコーの方を取っていきたいと思います。どういう風な結果になっているのか、血も抜かれたんで、そちらの方の検査結果もどうなっているか見ていきたいと思います。
水は飲みました。水は飲みました。はい。まず肝臓の方ですね、はい、米に寄生肝炎といって自分の白血球リンパ球の肝臓を攻撃してしまうような病気があるんですけれども、はい、まあ、そういうのはありません、大丈夫ということでしたね、はい、でも数値高いです、数値は高いですよね、でもね、検診の時は下がってるんですよ、ちょっと体に気をつけ始めて、まあ、そうなんですよね、で、まあ、実際に超音波の検査で見てみますと、はい、これはまあ肝臓なんですね、はい、ちょっと見てちょっとこう白いんですよ、はい、あ、白っぽく見える、はい、これ脂肪なんですね、脂肪なんですね、これは腎臓なんですね、はい、ちょっと右の腎臓ってここにね、肝臓がちょっとこう被ってくるんですよ、はい、そうするとね、腎臓がすごく黒く見えて、はい、ここが白く見えると思うんですけども、はい、このね、色の差があるね、はっきりしてる方が脂肪感が強いと、はい、いうことなんで、これは結構ね、あの近い黒く見えて、ね、白く見えるので、はい、まあ、それなりに脂肪感があります、脂肪感って治るんですか、なかなかね、脂肪を取るのは難しいんですけれども、でもやっぱり基本的にもダイエットになってくるんですよね。検診、あの結果見てからこうダイエットを始めたということで、はい、まあ、それが効いているせいなのか、まあ、ちょっと数値は下がっているんですよね。はい、なので、まずはちょっとそれをやっぱ継続していくことが大事でしょうかね。はい、ってことで、行ってきました。もう音声聞いてくれてるかどうかわからないですけれども、脂肪肝だってよコメントで書いてあったのに、脂肪肝は治りませんよって先生を聞いた言葉を濁してたよ、先生は多分治んないんだろうな、薬あるんですかって聞いたら今のところないって言われたんですよね、とにかく痩せるしかないと、わかんないけどなんかと肝臓をこう見比べてるエコーの写真がありまして、手前の方にある、まあ、腎臓なのか何なのかわかんないですけど、それが黒くはっきり写ってるのに、後ろにある肝臓が真っ白なんですよ。差が歴然としてるんですよ。もう本当に、あ、これはやばいなって。脂肪の塊なんだなと思いまして、これから強制ダイエットしていこうと思います。これはダイエットするぞとかじゃなくて、しなきゃいけないダイエット。35歳、パチンカス。多分僕と同じような体型の方、パチンコ屋さんに行くとね、多く見られると思います。皆さん。一緒に気をつけていきましょう。このパチンカス界のデブを背負ってですね、指標じゃないですけれども、お手本になれるデブになろうかなと思いますので、応援よろしくお願いします。マジで笑い事じゃないです。ただ一つ良かったのが、ここまでに来るまでにダイエット自分の中では動画にはしてないですけど、してたんですよ。3キロぐらいしかやってないんですけど、その血液検査の結果数値は下がっていたみたいですね。先生言葉にごちゃだけど、数値の横にですよ、漢字でバイ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 って5個ぐらいバイって書いてあったよ。俺はもうこれ見た瞬間にやべえと思いました。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら僕のダイエット日記見てください。チャンネル登録お願いします。それでは。